どうも、ワニです。そしてこちらは、以前動画で紹介しました、事務所から誕生日プレゼントとして送られてきました、芋虫5000匹、ミルワーム。ゴミ虫騙しの幼虫ですね。今回ですね、こちらはまあ、爬虫類たちの餌用なんですけれども、この子たちにもね、しっかり餌をあげないと、爬虫類の餌にするときにね、栄養が少なくなっちゃいますんでね、餌を与えようかなと思います。今回与える餌がこちら、ワカサギです。こちらを、5000匹のミルワームの中に入れて、どんな感じで食べられていくのか、皆さんに見ていただきたいと思います。じゃあ、こっから、早送りでいきましょう。今、50倍で見ていただいております。早速集まってまいりましたね。うわ、目の方とか来てるよ。ワカサギは結構ね、鱗が柔らかいんで、このちっちゃいミルワームでもね、食べやすいかなと思って用意しました。やっぱりね、あんまり鱗が硬い、例えば鯉とかだったら、鱗を食い破れなくて、なかなか食べづらいんじゃないかなと思います。まあそれでもね、目とか、まあどっかしらの柔らかいとこから侵入して内部から食べるんじゃないかなとは思いますけどね。うわ、すごい、うわ、すごい。なんかもうウジ虫が湧いてるみたいですね。すごくいい光景ですね。皆さん、これが見たかったんでしょう。たまにこういう動画出すとね、閲覧注意つけてくださいみたいな言う方いるんですけどもね、もうタイトルが結構そのまんまの感じになってるんで、そのタイトルを見て無理だなっていう人はちょっともう、閲覧注意つけなくても無理だなって察してください。うん。うわぁ、すごい。もうほとんど魚が見えない。ミルワーム、うわぁ、あれ、たたり神みたいですね。すごい、すごい絵面だな、これ。これをね、みんなに見せたかったの。うん。このね、わかるかな?周りに落ちてる黒いミルワームみたいのは死んでるやつですね。死んだら黒くなります。で、かなり脱皮柄もたくさん、周りに落ちてますね。みんな順調に育ってくれてるってことですね。で結構こうやってなんかまあ、肉もよく食べてくれるんですけども、野菜くずとかも食べて、あと穀物もすごくね、よく食べるんで、穀物の貯蔵庫とかで害虫扱いされてる虫ですね。まあ余った野菜くずとかね、生ゴミで飼育できるんで、本当に非常に飼育がしやすくて、繁殖させやすい餌に便利な虫となっております。もう頭の方は骨だけになってますね。本当にね、ミルワームの中に入れとくと綺麗に皮も身も内臓も食べてくれるんで、骨だけになるんですよね。だからもう簡単な骨格標本、やっぱり精巧なね、骨一つも欠けさせないみたいなものは難しいんですけども、簡単なもう形だけなんとなく分かればいいかなっていう感じの骨格標本作りたい方は、大量のミルワームの中に死体を入れておくと簡単に作れちゃったりします。ご覧ください。体の方ももうほとんど骨と皮になってきてます。背骨がもうはっきり見えてますね。この程度のワカサギだったらちょっと足りなかったかな。今度はもっと大きな魚とか他の生き物を与えてもいいかもしれません。はい。今100倍にしました。もう群がるミルワームも減ってますね。ほとんど食べるところがないんでね。まだ若干皮とか残ってますけど、もう乾燥してカサカサになっちゃって、カサカサになるとね、こいつらも食わないんですよね。もう、ごちそうさまかな。はい。もう食べてるやつはほとんどいないですね。見てください。見事にカサカサになった皮と骨だけになった。ワカサギ。ミルワームの食欲、すごいですね。結構ね、まあ、小さいワカサギなんでね、骨も柔らかいんで、骨も崩れちゃってますけど、もうちょっと頑丈な骨を持った魚だったら、もっと綺麗にね、骨が残って、綺麗な骨格標本になるんじゃないかなと思います。というわけで今回はね、ミルワーム5000匹の中に、魚を入れてみた結果、骨と皮だけに、なりましたという動画でございました。また今後もね、こうやってミルワームにいろいろ食べさせる動画出していきたいと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。意外とこういううぞうぞしてるのがね、気持ちよかったりしますよね。それではまた次の動画でお会いしましょう。